古今帝新駒は落語家の名。古今帝新駒は埼玉県川口市出身の落語家。本名、徳永和夫。落語協会所属。出林は越後寺市。海上自衛隊から1963年7月に五代目古今帝、新章に入門。前座名は新駒。新章最後の弟子となった。 1967年3月に2つ目に昇進。1973年9月に師匠新昇死去に伴い、10代目金原定和生一門に移籍する。1976年3月に新内昇進。1978年5月に、6代目三遊亭炎症指導による落語協会分裂騒動において、死、馬生でなく、 馬生の実定である三代目古根底新長について落語三遊協会に参加。しかし遺跡が頓挫し、協会に戻った後は新長一門となった。2001年に落語協会理事付役員に就任。2006年に落語協会理事に就任。2010年に理事職を退任。落語協会理事退任後、 2010年の正月初席を最後に講座に上がることなく休業状態であったが2018年1月18日10時45分心筋梗塞のため東京都内の病院で死去81歳没海上自衛隊出身で演出家俳優の荷川幸夫とは同じ川口市の出身で同郷の後輩にあたる5代目新章に入門した最後の弟子でもあった 新章死去後はその息子の十代目金原定馬生、さらに三代目古今亭、新長の一門に移った。一時期、新長と共に落語三遊協会へ移籍したが、すぐに落語協会へ復帰している。講座に上がるだけでなく、アニメの吹き替えや時代劇、大江戸捜査網の早見見兼ねた役を長く務めるなど役者としても活躍していた。 大江戸総査網で共演した杉良太郎からの信頼は厚く、新駒が杉に若手落語家の生活の苦しさを話したことがきっかけとなって、杉は自宅で煮詰め落語家を招いた杉友より席を開催。一流芸能人や政治家などを観客にした落語会は100回以上続いた。また、新駒没後、杉は落語家を招いて、 新駒師匠を忍ぶ会を開いている。ありがとうございます。